水中写真の撮影風景水中写真は、水中カメラや防水機能、気候などを付与したカメラを用いて海、川、湖などの水面下を撮影した写真。水面下の撮影の試みは19世紀中頃より行われており、当初はハウジングと呼ばれる専用の防水ケースに通常カメラを収めて撮影する手法が一般的であった。 技術の進歩に伴う安価な水中撮影機材の登場や、レジャーとしてのスキューバダイビングやシュノーケリングの普及と、共に広がりを見せ、写真の一分野の地位を築くに至っている。最初に、水中写真が撮影されたのは1856年で、イギリスのウィリアム・トンプソンがその講師とされている。1893年には、フランスのルイ・ブータンが地中海沿岸の バニュロス・シュルメールにて、水密カメラによる水中写真の撮影を成功させた。ドイツのスポーツダイバー協会が主催する水中写真コンテストカメラ、ルイス・ボータンは、ルイ・ブータンにちなんで名付けられている。1914年には、イギリスのジョン・アーネスト・ウィリアムソンによって、バッハマで撮影された最初の水中映画、サーィー・リーグス・アンダー・ザ・シーが公開された。また、 1939年には、水中ダイビングのパイオニアとしても知られる、オーストリアのハンス・ハスによって、ダイビングツー・アドベンチャーという初めての、水中写真集と呼ばれる本が出版された。1961年にロンチャーチ、チャック・ニック・リンラによって設立されたスタップスは、水中での写真、映像撮影に関わる、最も古い組織とされている。なお、日本においては、 昭和初期頃に大日本帝国海軍によってヘルメット潜水による初の水中写真の撮影が行われている。技術的な側面としては初の水陸両用カメラとして1957年にカリプソが開発されたことによりハウジングによる防水手段を施したカメラによる撮影以外の手段も水中写真の撮影に用いられるようになった。その後、 カリプソンの製造販売権を譲渡された日本工学工業によって1963年にニコノスという商品名で販売がなされた。特に1984年に発売されたニコノス V は推進50メールまで使用可能な耐圧構造を持っているにもかかわらずカメラ本体が防水の役割を持つ防水ケースのないカメラとして小型化に成功している。 1992年には水中専用一眼レフカメラとして世界で初めてのオートフォーカス機能を搭載したニコノス RS が発売され水中写真の描画力の大幅な向上が見られた水中における光の吸収水中と空気中における光の屈折率が異なることから陸上と同じ感覚で撮影を行うとピンボケが発生しやすいこの屈折率の違いにより 陸上と比較すると、焦点距離がより長く画角が狭くなり、被写界深度が浅くなる。また、水面が太陽光を反射する影響で深度に比例して減光する。減光の度合いは、撮影を行う水の透明度に依拠する。水中の太陽光は空気中よりも吸収されやすく、その色により吸収の度合いが異なるため、最も吸収されやすい赤色は、 水深10メートルを超えるとほとんど感じられなくなり、水深20メートルを超えると青一色となる。そして水深30メートルを超えると青い光も急激に減少していく。透明度の関係から被写体に接近して撮影を行う機会が多いためフィッシュアイレンズのような広角レンズが頻繁に採用される。1958年に設立されたクマスにより、 水中スポーツとして水中写真に関する活動が推進されている。アンダーウォーターフォトグラフィーはそのまま競技名として用いられている。競技参加者は2日間にわたって同じ範囲内で指定された題材カテゴリの水中写真をスキューバダイビングによる潜水撮影で撮影し、審判員にカメラを提出、現像された写真は撮影者がわからない状態で公開され、 審査員、一般審査員によって採点するという競技で、1985年にイタリアで第一回世界大会が開かれて、以降2年に一度の頻度で開催されている。近年の通信技術の発達とレジャーとしての人気の高まりを受け、ウェブサイトや SNS 上には膨大な数の水中写真が日々アップロードされている。こうした何百万枚もの写真と、 写真に組み込まれた位置情報などを活用し、水中生物の生態調査や新しい種の発見などの研究に役立てる取り組みが推進されている。ありがとうございます。